素敵です。強くなれたかな。
You!
味かな。おいしいね。うんうん。デスマウンテンの中腹、ゴロンシティに暮らすゴロン族。岩のように強固で巨大な体を有する火山の民である。あらゆる衝撃を防ぐ守りの力を持つゴロンの猛者ダルケルは、その力を買われ、炎の神獣バ・ルーダニアの繰り手として選び出された。ゼルダは使者としてリンクたちと共にゴロンシティへ赴き、ダルケルに繰り手となるよう依頼するが、ダルケル様は頼まれたら断らないのが信条だ。喜んでやらせてもらうぜ。だが一つだけ問題が。
実は肝心の神獣の方が厄介なことになっててな。今ルーダニアはデスマウンテンの上にある。しかも妙に山の魔物が増えててな、神獣のところに向かうのも一苦労だ。だがまあ、おめえらなら足手まといにはならねえな。それはとにかくデスマウンテンに行ってみるとしようぜ。
上の一撃受け入れ。これでどうだ。よっしゃ、蹴散らしてやったぜ。Yeah.
you
私の勝ちね。
せ。やって、うっうっ、
改めて見るととんでもねえデカさだな。ぶっつけ本番た。腕が鳴るってもんだ。
いやいきなりでも意外となんとかなるもんだな。おめえも大活躍だったな、相棒。で、グーダニアのクリテの話だが、このダルケル様に任せておけ。ありがとう、ダルケル。おうよ、俺たちで薬剤ガノンに一泡吹かせてやろうぜ。おお、そうだ、戦った後は腹が減るだろう。いいもんを用意してやるぜ。俺様とっておきの特上ロース岩だ。うまそうだろう。一緒に食おうぜ、相棒。すまんすまん、姫さんにも用意しとくんだったな。次会った時には最高の岩を用意しておくからよ。ありがとうございます。